さあご飯も終わったところで、はい、屋根を次やっていきます。はい、はい、これをまた俺と旗と児玉さんでつけるので、はい、残りはあの束のやつを塗っていってください。はい、あの玉の4530の木を、はい、じゃあ私たちもつけていきましょう。このこういう感じからいきますか。はい、ちょっと一瞬待ってください。やっぱ横からこう打たんとパチって決まらんとか先に、うん、こうですか。こっちから行きますか。はいはい、ここがそう、そこは合わせてほしい。こういや多分この木自体をこれをこうする方が正解と思う、うん、お、いいね、行きます。よし、 OK、 いい骨組み完成ってもう2回ぐらい言っとくけどまだ完成してない。どんどん一体感が出てきてガッチリになってきた、うん、じゃあ次、両サイドいきますか。もう暑さでみんなもうちょっとバテてきてる。バテてきてもう暑い。ちょっと海入る？海入っていいなら入る、ね、あ、シャワーあったね、気持ちよかろう。いや、火聞こんでないっすね。ちょっと俺やりますね。じゃあ、岡ぶら下がります。俺がぶら下がろうかなと。引き込んでいきます。ビスをください。おっ、おっていうようなことじゃなかった。何にもかかってないよ。うわっ、そうやもん。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。こうたくん、はい、いそうやもん、こうたくん、その格好。海の家作ってる人やね。なんか夏になったらね、どっかからからなんか現れるもんね。そのまんま海の家を放置してコンビニとかね、なんかアイス買って。沖縄の大工さんやコンビニ。さっきでダブルブラザーがダブルで、あと火、おー、いいね、はい、コウタ打てめちゃくちゃ決めたね。いやいや、もう用意しとって。どこ打つの、ここネジはこれかな。はい、ね、はい、ぶら下がって、はい、どこ肩の頭の上ぐらい、横も、まあ、いいよ行きます。はい、頭の上行くよ。はい、大丈夫。はい、多分きつい早く。まだよ目がつぶれる。聞いた。でもパズルは片手で敷いたをこうやって支えてたけんね。えぐいっすね。すっごたにビスバ落とす。そしたらこう。じゃあそれば落として。先行くも落とさった。コータは背高いから。コータ高くないよ。67センチぐらいやったの、コータ。76。旗が45センチぐらいやろ。うん、ですね。児玉さんが。80ぐらいやろ。そうですね。たら俺が78ぐらい。計算上思ったより大きいねって言われるのが3割で、思ったよりちっちゃいねって言われるのが7割みんなどうなんか言われる、思ったよりって言われ、身長言ったら、あ、そんなもんって言われる。あ、もっとこ、多分周りが低いけん高く見えるって。あ、でも昔からそう言われる。高知上あると思ったって。あ、パッと見の見かけよりね。ここも痛いけど、もっと打っていい。ここも痛い。うん、全然その細くなってる部分ぐらいまで突っ込む。さあ、できるやん、コウタくんもやるからね。さあ、で、ウォッコして、ハイスタンダード、ハイスタンダードから、スタンダード。私もね、マイスタンダードかもしれない。ヒゲスタンダード、ヒゲスタンダード。ランプコツやれ。山さんが一番身長高いっけ。いや、俺やろから。いや、俺やろ。じゃあ俺やろ。どうぞ。じゃあ俺やろ。勝者の余裕。あ、で、一番端っこに合わせていい。どこがいい。
入る？ 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、 37、 38、 39、 40、 41、 42、 43、 44、 45、 46、 47、 48、 49、 50、 51、 52、 53、 54、 55、 56、 57、 58、 59、 60、 61、 62、 63、 64、 65、 66、 67、 68、 69、 70、 71、 72、 73、 74、 75、 76、 77、 78、 79、 80、 81、 82、 83、 84、 85、 86、 87、 88、 89、 90、 91、 92、 93、 94、 95、 96、 97、 98、 99、 100、 101、 102、 103、 104、 105、 106、 107、 108、 109、 110、 111、 112、 113、 114、 115、 116、 117、 118、 119、 120、 121、 122、 123、 124、 125、 126、 127、 128、 129、
それ貸して、それ切り方が一箇所バラいでとおい、切り方下手だぞ。あ、違う、それ真ん中、これと真ん中、うん、真ん中、あ、じゃあいいよ、だいたい真ん中、ちょっと左、ちょっと右ね、そっちから見たら。せーの、危ない、カチカチ、ちょっと割れた。大丈夫？動かす、ちょっと浮いて、この状態で浮いたらいいよ。ジャンプしたらいい、ジャンプしてよ。はい、あー、回らん、これ以上。うん、簡単。終わったね、疲れたね、今日暑い。ちょっと外から見てみましょう。ロングはちょっと抜けていい感じやんね、あそこに座る誰か、うん、サムネ上にね。あと次回屋根ですね。はい、暑かったけど皆さんよく頑張ってくれました。夏は2ヶ月休みとする。バカンス、バカンス、セブ島国民の休日にしてほしいかよね。本当に。でもさ、要はさ、なんでみんな休みにしてほしいかというとさ、他が頑張るとうちが沈むやん。でもさ、YouTuber こそそういう時に頑張りそうよね。ってことは俺らも頑張らんばくなってやろう。まず他を休ませます。そうそうそう。だけど YouTuber は7月8月休みましょう。はい、夏休み。うん。で、俺らだけこそっとしよう。儲けよう。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この間仕掛けた防犯カメラ撮りに来ました。いい場所に仕掛けてやるけんね。もうこれ映ってますからね、俺ら。大箱がすごいね。これなんか煎じて薬にならんのかな。あ、片栗ほら、ん、金分の寝床だよ。これクズ？これがクズ。やばいね。すごい。あれ、アイアムレジェンドの世界よこれ。はい、こちらでございます。はい、回収です。ボー取ってるけんね。まあ常連客のカラスは絶対映ってるやろうね。これか。うわ、もう草の成長記録じゃないこれ。OK、回収です。はい、じゃあこれ帰って見てみましょうかね。ということで、はい、小玉さんとアタ君が回収してくれた、はい、定点カメラ、監視カメラ、監視カメラ、もう防犯カメラなんで、はい、これをちょっとチェックします。はい、防犯カメラチェックします。今日もね、今日も京都で防犯カメラ、不審者が入ってないかな。本来はね、動物観察用なんですけどね。まあ、これね、一発目ね、もう映ってるんですよ。不審者、後ろに人じゃない。これなんね、これ、それなんかあれで、ね、そういうことか。これはハクビシン。違う、天やね。その、これがハクビシンかと思ったけど、最初鼻筋があって、それ反射でしたね。ずっとこれも映ってません。で、猫、猫もいるんだ。そう、猫、しかも丸まりに来る猫じゃないね。え、黒でも、黒でもない。ブチ猫でも、あの赤外線圏は分からんくない。分からん、意外と赤かもしれんよ。確かに。これも映ってない。何も映ってない。その多分映ってないんだろうな、はい、夜。これはい、また出ました、お猫。猫やね。猫が住み着いてますね。へ、してないな。鳥とかがシュンって。あ、ちょっと待って、なんか今人の様の、ね、これ人じゃない。来たー。ちょっと待って、なんで来るの、この人前。いや、あの元の事務所いつもおるじゃん。ちゃんとスーツ。いや、違うよ。え、スーツなんかえらいかしこまったバッグ。本当だ、なんかかしこまったバッグ持ってますよ。あ、カメラ持ってる。本当やね。本当だ。測量士とかそういうのかもしれん。ああ。出したら。そういうことか。わからん。でもなんか、なん。なんか怖いな、この人。あ、違う、知らん人やね。違った。新種、あ、猫。なんでよりしかおらんと。猫が住み着いてる。
今回なんか不作やね。不作やな。しかも映ってないし。でもなんかさ、うん、地面があるとこが少なくない、向いてる方向。確かに方向が空中しか映ってないから、あのその草の向こうは空中やろ。このや ここに来る人とここを映るようにと思って。なるほど、ね。このほら坂道があるじゃないですか。そこにしか蹴取ってないじゃん。ああなるほどね。あそこのコンクリートの完全に人間狙いねそれ。これ小玉さん人間狙いですか。人間と動物狙いね。人間狙いだったらもうこっち側 で、ね、このこれに動物が来るからですね。あなるほどね、はい、なるほどね。そうこのとりあえず今回はまあいいみたいな。これ白なんだ。違う。あ八割れみたいな。違う猫が来た。いや分かんないです。赤いかもしれないですね。これさっきの猫と違いますよね。うん違う。さっき全身が猫が住み着いた新しい鳥。スズメモドキ。あ、また猫。八割ま。猫、匂いがするんだろうな、うここにバーベキュー。にゃーって言って今。バーベキュー。なんかメスっぽい。ああ、やっぱりいい匂いがするんでしょうね。まだでも残ってる感じ。いや、残るんで油が。残すわっと。思うと。見えてます。妊娠しとりやせん。うん、その手はね、さっきのがオス猫とか。あ、そういうこと、あ、かもしれないね、なんか。あー、あ、おった。あ、あ、ついに。八割やん。ちゃんと色が見える。あ、やっぱお腹。お腹大きいな。なんもないのに意地でもそこの匂いを。なんかありそうやな。なんかこう食べ物の匂いが。ずっと俺やつ。こいつだけでずっ。なんかやるよ。毛づくろい。かわいい。今回猫観察でも人映っとったね。でもだ ね、 ね、知らない人なんだね。知らない人これも引っ掛けた時は子猫が映ってない。あ、子猫が映ってたら面白いね。でもこの回にあるかもしれん。あ、回収不審者。あ、これはちょっと迷彩悪い ね、 気づかれんようにバレないようにこれ入ってきたんですか ね、 ね。白い服のやつが一番怪しいね。いや、このくらいじゃないですか、この人。誰だ、わからんね。鮮明には映ってないね。うわ、メガネかけてなんか俺見覚えある。見たことある、この人。怖っ。水場。こうでもないけど、水場があるんですよね。あ、ここね、うん、あ、不審者。風邪気あ、それ少ないね、データ量。うん、めっちゃ少ない。全然来なかった。映ってない。そうですね、餌場が森の中に豊富で、わざわざ出てこなくても。今度あれ、鳥小屋作る？なんか。ああ、鳥箱。いいね、いいね、鳥箱作ろう。で、そこにカメラを置いてもいいね。住みつく。あ、いいね、それ。いい鳥が来たら。鳥が止まったよ、カメラの上。いや、今揺れたと思ったもん、カメラが。馬の尻尾じゃない。これ何の尻尾？これ鳥じゃない？トンビ？トンビ？そんなでかくないじゃない？スズメとかじゃないの？小さいですかね。だってその最初ね、カメラの上に着地したさ。ちょい。鳥の休憩所を作ろう。そう、作りたいね。楽しそうね。これ全部鳥やけど。全部鳥。すごい。ああ、羽。あ、でかいんじゃないですか？羽が。でかいのかな？わ、おお、昼間の鹿？それ何鹿？バンビ。バンビや。あ、本当やん、バンビちゃん。日中、ガーは仕掛けとく。老眼化して撮ろうとする。鳥もしかも。あー、終わった。あー、また撮ろうと思ったの。いや、回収か。いやー、あんまりなかった。なんか今までで一番の不作やったね。やっぱ、猫一人。この間の見た、ね、動物たちが、やべ、映ってるって。やべ、バレた。バレたってのがあるんですね。また場所変えて、うん、設置してみますか。坂道に向けてもバーッと、うん、そうね、人、はい、もう人を狙うやつと森の中もいいんじゃない。ただあの距離が多分結構近いところまでしか反応しないですよね。なるほど。だから20メートルとか先でこう動物がうろうろしててもそれに反応して撮ってくれないので、じゃあやっぱこういうことなんだね、はい、近場じゃないと。なるほどね、はい。今度鳥小屋作って、ちょっと餌入れとって、
そうね。鳥の餌うちいっぱいある。セミ付きの鳥が来る。以上、てっぺんカメラでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。マスリオカサガヨカではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオはスリオカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。